皆さんにね宣言した通り、あの三重松阪マラソン、フルマラソンを走ることに決まり、ちょっとロードの走り方思い出していかないといけないっていうところで、今の現状自分はどんなもん走れるんだろうかっていうのを、まあ、ちょっと確かめに、あのこのフラットなコース走りにやってきました、自分の体力測定というかタイム測定をしていこうかなと思います。暑いっす、マジで滝汗っていうか湿度がすごい。キロ5分ちょっとなペースで走ることはできましたね。アロマスプレーです。皆さんこんにちは、ゆずです。この動画で私のことを初めて知りますっていう方、あの私はですね、トレイルランニングをやっていまして、今年の春ですね、ウルトラトレイルマウント富士という165キロかな、そのまあ長い距離山の中を走るっていうあのレースに出まして、無事に完走をしまして、まあ、通称100マイラーというものになったんですけれども、トレイルランニング の、あのまだまだ全然知られていなくて、女性も入りにくいっていう感じのトレイルランニングなんですけれども、これそのトレランのこう魅力を発信する活動をあのしています。また東海エリアの方ですね、私の住んでいるこうエリアの方であのトレランのあのイベント、入門イベントだったりとか、初心者でも入りやすいような、女性でも入りやすいような、まあ、そんなトレランのイベント活動をしていますで今目指しているところは、三重松阪マラソンという12月に開催されるフルマラソン、ここにゲストランナーとして招待をしていただいたので、あの三重のフルマラソンに向けて、ちょっとマラソンですね、私もあんまりしっかりマラソン今までやってきてないので、あのマラソンのフォームを習おうということで、あの一からの、マラソンを今頑張っているところです最近さ、これ今あのユニクロのブラトップ着てるんだけど、めっちゃ楽、すごいあのブラしてるとさ、この暑さもう結構この蒸れるんだよね。そうそう、締め付けられてる感もあって、うん、でそれが結構不快で、まあ、家にいる時はもう常にこれなんだけども、なんかすごい楽、しかもエアリズムだからさらっとしてるので、あの快適です私のね、この前コーチにいろいろこうフルマラソンについての話をまあ聞いたんだわね。私のこう改善点っていうのをいろいろ言われて、はい、でそれをちょっと私メモしてきたんで、みんなにねちょっとこの私の改善点を共有しようと思って、そんな動画です。そう、見て見て、パソコンにも全部パソコンにメモってんの。三重県松阪市でのフルマラソンですね、ここに私はゲストランナーとして招待をしてもらったんだけども、はい、前の動画とか見てね、これ初めて見てる方、あのこの経緯がわかるので。で私はあのトレランばっかりやってきて、そのフルマラソンっていうのはまあ前からやってはいるんだけど、しっかりこのフォームを意識したりとか、まあ、タイムを意識したりとか、そういうことを全然してきていなくって、まあ、今回ねこのゲストランナーをきっかけにちょっといろんな方に見てもらうので、フォームは綺麗なフォームで走りたいですし、まあ、いいタイムで走れたらなぁなんて思って、あの今回私の、チームゆずのコーチを務めている、まあ、大輔さんっていう方に私の改善点っていうのをまず教えてもらったんですよ。大きく分けて私の改善点は4つありました。まずは1つ目、ランニングシューズ。みんなさ、マラソン用って言ってシューズ持ってる？ちゃんと。日々のさ、ランニングのシューズと、マラソンの大会用のシューズって、分けています？なんかもうこの話してる時点で終わってるかもしれないんだけど私が今持っているこうロードのシューズっていうのは毎日の朝ラン用のシューズが他の、リンコンですね、すっごい軽量なやつ、アルトラのトーリンですね、これはウルトラ
マラソン用のシューズとして私が持っているやつなんですけど、の、まあ、2足を普段私はロードを走るとき使い分けているんだけども、今年の、ウィメンズマラソン、私一応今年のウィメンズマラソンで自己ベスト更新はしたんだけども、じゃあそのウィメンズの時に何を履いていたかっていうと、ウルトラ用のシューズ履いてたのよ。アルトラを履いてたんだよね。ウルトラのシューズっていうのは、やっぱり、ちょっと重いんだよね。スピードを出すための、シューズじゃないくって、足を守るためのシューズみたいな形になるので、フルマラソンのと比べたらきっと重いはず。そんなんで、ウィメンズを走っていたんだよね、私。で、私の感覚は、まあ、ロードは何でもいいでしょうっていう考えで、フルマラソン、いつもそれで走ってましたね。まあ、ランニングシューズっていうのを、まず、そのフルマラソン用、もう大会用っていうのを、新調した方がいいと、言われました。ちょっとそのまあシューズ選びは今度しに行こうと思ってます。どのシューズを選ぶのか、まあちょっとコーチに、はい、見てもらってっていう感じなんですけど、近日中にマラソン用のシューズを買います。あともう一個ね、そのシューズに関して指摘されたのが、私のシューズの履き方です。私はマラソンシューズの紐を一番最初に買ってね、一番最初に結んで、そのままずーっと紐をほどかずに履いてきてます。はい、シューズ履きますって言ってスポッて履いてそのまま走り出すみたいな。そう、なんか考えたら、まあ、トレランシューズだったら私一回紐をほどいて履いて結び直すっていうことをしっかり締めるってことするんだけど、なんかロードのシューズに関しては履いてそのままスタートみたいな、紐をほどいて縛るってことをしたこと一回もなくって。さ、それゆずさんもズコズコだからねって言って、うん、ゆるゆるで履いてるでしょって、それはありえないって言われました。縛り方も教えてもらいたいと思います。シューズを変えることによってタイムの底上げを測りましょうっていう風に言われました。一つ目の改善点、ランニングシューズです。私の改善点二つ目、フォームですね。まあ私トレランとウルトラマラソンをこう結構長くやってきたから、フルマラソンのフォームとはやっぱり全然違って、で、コーチに、こう、いろいろ言われたんだけど、なんか、言ってることが全然ちょっと、言葉では全然、私、理解ができなくって。言われたことをちょっとそのままとりあえず今言うね。後ろ足が流れて、切れない。で、骨盤が体に乗せれていない。足で走っている。要は、腕と足と骨盤がバラバラ。なので、その、連動を目指した方がいい。連動を目指しましょう。今ので理解できました。難しい。なんか、やっぱそういうこと経験してきてないから、その連動がって言われても、連動って何？むしろ。まあちょっと言葉で聞いてもわからなかったから、これは実際、ちょっと一緒にやってもらって、一緒にやって改善していくことで、ちょっと理解できてくるかなと思います。まあ、今後の動画でちょっとフォーム改善は載せていきますね。私のフォームのいいところっていうのは、むしろ、姿勢がいいっていう風に言われたんだよね。あと、腕振り、がすごいいいって言われた。確かにトレランの私の走り方見てても結構こう腕振ってるって通称ゆず走りって言われるんだけど、結構腕振る走り方してて、まあなんかそれはマラソンでも生きるからって言われたところ。三つ目、貧血問題です。レースの当日に貧血状態だと、もう今までやってきたことがこう全部こう水の泡、意味がない。もう貧血にならないように、こう食事の面から改善していきましょうって言われました。私は貧血になりやすいんですね。貧血にならないようにしていくには、もちろんサプリメントっていうのは一つの手段なんだけど、ね、鉄のサプリメントを取る。まあ、でもやっぱり、一番大事なのは食事。で、食事の改善によって、まあ、貧血の予防につながる食事をしていくっていうのが大事になってくるのかなと思います。まずは、はい、よく聞いてね、度数の強いお酒をやめましょう。そう、
私のことを知っている方ならもう今笑ったでしょう。ビールとハイボールとそしてウイスキーロックで飲むんです。そのロックの飲み方っていうのは度数強いお酒だよね。もちろん40度なので、あれちょっとそこから控えないといけないのかなと思っています。もう頻度を減らすっていうように心がける。で、まあ普段はちょっとビールとハイボールぐらいで、はい、収めとく。ちょっと豆知識なんだけども、貧血状態、今ね自分が貧血じゃないかって調べるこう基準として、なんとなく自分で調べれる方法というのは、あの普段のこうランの心拍数を見るっていうところなんですね。ちょっとなんかいつもよりも心拍数がこう上がりやすいなっていう風にあのなっている状態の時は、ちょっと貧血を疑った方がいいと思います。私も貧血の時は心拍数が160とかね、180とかね上がるんですよ。ちょっとおかしかった。うん、その時にあの貧血だったんですね、私はね。まあ血液検査を受けるっていうのも一番早い検査方法ですね。皆さん、あの、簡単に見れるのが、この目の、ここ。ここが、赤く、ちゃんとね、ちょっと赤くなっている状態の方っていうのは、あの、貧血じゃない方なんですけど、私はね、ちょっとね、今ね、ダメなんだよね。あの、白っぽくなっている人、うん、は、貧血かもっていうのを疑ってください。貧血状態を見る。大事なポイントです。4つ目、エネルギー補給です。ちなみに、ウィメンズマラソンの時ですね、私はどう補給していたかっていうと、脳補給で行ったんです。脳補給、補給を取らずに行ってみようみたいな。バカだよね。なんかウルトラとかそのロングレースを意識して、あの補給なしでフルマラソンを走り続けたいっていうのがあって、でこの前のウィメンズの時にはもう全く何もエイドも寄らず、あの自分で持ってる何も持たず、あの補給は本当に水分だけっていうので走り切りました。だから多分自己ベストが出たんだよね、あのエイドに立ち寄ってないからっていう。私の補給方法はこんな感じだったんです。よくマラソンの皆さん、走る皆さん、ジェルを持つと思うんですけど、あのジェルは私は何度かこう気持ち悪くなった経験があって、あまり好まないんですね。いわゆるメダリストとか、あのサウルスのジェルとか、なんかまあいろいろこう今ね出てますけど、あのそういうので補給するのは実際ちょっと怖いっていうところがあります。まあ慣れなのかもしれないけど、こうフルマラソンの時にどういう補給をしていったらいいのか、どういう補給方法がベストなのか、これも多分今、あの、これも今から、あの、コーチと共にちょっと検証を重ねていくところかなと、はい、思います。さあ、以上4点、私の改善点でした。ランニングシューズを買うこと。次は、フォームを改善すること。3つ目、貧血問題。貧血にならないようにする。で4つ目、エネルギー補給の仕方を考える。フルマラソンに向けての改善点でした。はい。